自民党の茂木幹事長は昨日自民党本部で講演し、物価高騰を受け本格的な経済対策を秋にはまとめ補正予算を実行したいと述べました。本格的な経済対策、えこれも秋にはまとめてですね補正予算、えこれをまあ実行していきたい。茂木氏は秋にまとめる経済対策について、電気ガス料金の高騰対策に加え 中小企業の賃上げ支援などを盛り込み補正予算案を編成する必要があるとの考えを示しましたまたガソリン価格を当面まず抑えると述べ経済対策に先立ちガソリン代の抑制策を打ち出す方針を強調しました